恩を返す話。菊池寛。寛永14年の夏は、九州一円に近年にない寛炎な日が続いた。その上にまた、夏が終わりに近づいた頃、来る日も来る日も、西の空に落鶴夕日が深紅の色に燃えたって、人心に不安な期待を植え付けた。9月に入ると、紀州雲仙画だけが数日にわたって迷道した。頂上の噴火口に投げ込まれたキリシタン州との怨念のなす技だという流言が、鬼畜の人々を恐れしめた。行長はなお続いた。10月の半ばになったある朝、人々は、庭前の梅や桜が時ならぬつぼみを持っているのを見た。10月の終わりになって、これらの不安や恐怖のクライマックスがついに到来した。それは、言うまでもなく島原のキリシタン州との放棄である。肥後熊本の細川越中の神の範疇は、天草とはただ一脈の海水を隠するばかりであるから、続と放棄の秘宝に接して一藩はたちまち強い緊張に囚われた。しかも一騎が、仮初めの百姓一騎と違って、手強い底力を持っていることが知れるに従って、一藩の人心はいよいよたけり立った。家中の武士は、源内来、耐えて使わなかった陣頭や藩宮の手入れをし始めた。松倉勢の敗北が、頻頻と伝えられる。しかし、藩下だと思考は在府中である上に、乱りに遠兵を送ることは、武家法度の固く禁ずるところであった。国老たちの協議の末、藩中の精鋭4千を川尻に出して法教防備の任に当たらしめることになった。我が神山陣兵衛も、この人数のうちに加わっていた。青年を越したばかりの若武者であったが、兵法の神手である上に、銅色を帯びた僧の飼いには、強い力が溢れている。国境を守って、松倉家からの忠心を聞きながら、皮肉の端を接しているうちに、10余日が経った。いよいよ12月8日、上司板倉内善の将が到着した。細川勢は、抑えに抑えた下水が包みを消したように、天草領へなだれ入った。が、しかし一騎らが唯一の命脈と頼む原城は、両外無双の地であった。絡めては、天草灘の波頭が城壁の根を洗っている上に、大手には多くの給料が起伏して、その間に、泥深い沼沢が散在した。板倉内善の神は、12月10日の城攻めに、邸宅一騎の略襲を受けて以来、力攻めを捨てて、兵糧攻めを企てた。が、それも、長くは続かなかった。12月28日、甲府から松平図州が城主として下校したという情報に接すると、内善の神は烈火のごとく怒って、原城の城壁に、自分の体と紙幣とを投げつけようと決心した。細川家の陣中へも、総攻めの布告が来た。しかし翌29日は、冬には稀な大雨が降り続いて、小地の水が溢れた。30日は、昨日の大雨の名残で、軍勢の足場を得かねた。明くる寛永15年の元朝は、敵味方とも冷夏な初日を迎えた。内善の神は塗装組み干すと、立ちながら、禅を踏み砕いて、必死の覚悟を示した。この日は、夜明け方から吹き募った。烈風が砂塵を飛ばして、城攻めには屈強の人見えた。正達の刻限から宿り来ては、息もっかず、ひしひしと攻め寄った。神山陣兵衛も、
出陣以来、待ちに待った日に会うことを喜んだ。彼は少年の折から、一度は実地に使ってみたいと望んでいた天正助定の陣頭を振りかぶりながら、難所を選んで戦うた。しかし宿り来ては、散々に打ち悩まされた。内前の神が流れ玉に当たって倒れたのを機会に総配軍の姿となって引き退く跡を、上兵が城門を開いて、慕うてきた、この時である。陣兵は他の若武者と共に細川勢の陣狩りをして戦いながら退いた。その時に、敵方の一人がしつこく彼につきまとってきた。60に近い、右の方にコブのある老人である。彼は鎧の胴ばかりをつけていた。目の内は異様に輝いて、熱に浮かされたように、サンタ、マリア、と掛け声をしながら打ち込んでくる。息切れで苦しがりながら、懸命に打ち込んでくる。敵を倒すことも、自分が斬られることも、念頭にない。ただ無性に太刀を振ることが、宗教的儀礼の一部であるように見えた。陣兵も、かかる老人に対しては、何らの闘志もなかったが、あまりにしつこくつきまとうので、仕方なく一刀を肩口に見舞うた。老人は、血を見ると、一種の闘水から覚めて命が惜しくなったらしく、急に悲鳴を上げながら逃げ出した。すると陣兵もそれにつられて、十件ばかり追いかけようとした途端一人の総監が彼の両手を遮ったのである。その男は、南蛮風の異様の服装をしていた。そして陣兵には下せぬ呪文を高らかに唱えながら、立ちを回して、切ってかかった。陣兵は中断で受け止めたが、相手の腕の冴えていることはその一撃が十分に証明した。陣兵は朝からの戦いでかなり疲れていて、鎧の重さが、ひしひしと答えるのに、その男は軽装しているために、はつらつたる動作をなした。おまけに、太刀を打ち合うごとに、その男が胸に吊りしているクルスが陣兵の目を得た。彼はその十字架に不思議な力がこもっているように思って、一種の魅力をさえ感じた。陣兵の立ち先を相手が避けて、飛び巣立った弾みに、二人の位置が東西になったと思うと、敵の十字架に、折り柄入りかかる夕日がきらめいた。三千と輝いたと思う途端、陣兵は頭上に強いショックを感じて、あっと思う間もなく混沌した。陣兵殿、陣兵殿、と呼ばれる声に、彼はふと自分に帰った。目を開くと、桶川堂の鎧を着た若武者が自分のそばに立っているのを見た。そしてその足元には、十字架をかけた以前の総監が切られて間もないと見え、時々弱い痙攣落ちにまみれた全身に起こしている、総八郎、助立ちをいたした、とその若武者は言った。その男は、紛れもない、同伴の佐原総八であった。陣兵は頭を一振り振って、初めて意識の統一を取り返した。彼が総監のために、一撃を受けて混沌したところへ、総八が駆けつけて気球を救ってくれたことが、彼の頭の内に明瞭に分明した。彼は総八に対して、命を助けられた感謝の言葉を言わねばならなかった。しかしそれがどうしても口に出なかった。よきかぶとでござるな。と総八は何気なく言って、死骸から例の十字架を外して、自分のものにしてしまうと、さあ、早参ろう。残っておるものは、我らばかりじゃ、と言い捨てたまま、
小さいドブを飛び越えてあぜ道を後も見ずに、急いだ。ジンベイは、一人取り残されて、深いため息を漏らした。彼は困ったことになったと考えた。どうして一頭の下に切り殺さなかったかを、悔やんだ。自分の兜の良いのと敵の刀の切れ味の鈍いのが恨まれた。彼は、総八から恩を切ることを欲しなかったのである。彼が混沌した時に、もし意識が残っていて、そのまま殺されるのが良いか、総八に助けられるのが良いかと尋ねられたら、彼は即座に死の方を選んだであろう。ジンベイと総八とは、犬猿もただならぬ仲というのではなかった。しかし、ジンベイは、総八がなんとなく嫌であった。来楽なジンベイには、ずんと取りすました総八が気に入らなかった。その上、ジンベイが総八に含んでいることが一つある。それは他でもない総八とジンベイとは、兵法の同門であった。2年前、うぶす長身の奉納試合に、ジンベイと総八は顔があった。その時にジンベイは敗れたが、それ以来、ジンベイはその敗戦を償うため、身を砕いて稽古した。そして、総八と今一度の手合わせを願っている。ところが総八はいろいろな口実で、それを避けた。総八殿とジンベイ殿とは、腕前においていずれが上じゃ、などいう懸案が同門の間に、提出せられるたびに、総八は、我らがごとき、と言って謙遜した。しかし、その言葉の後にも素微笑は、その言葉の文字通りの意味を取り消していると噂された。が、二人は道で会えば、会釈もした。同席の場合には、言葉も交わした。しかしジンベイは、一時の勝利の効果を長く保存しようとする総八を、かなり含んでいて、いつかは目にぶつ見せようと心がけていた。その相手から、彼は意外にも恩を着たのである。彼は、強い衝動のために起こった頭の痛みを感じながら、総八によって、無意識のうちに着せられた恩を悔やんだ。総八殿が、ジンベイの持て余した敵を討ち取った。ジンベイは、日頃大口を叩くが、戦場ではことのほか手に合わぬ男じゃ、という噂が陣中に伝わったらどうしようかと考えた。その上、自分の嫌な男を一生の命の恩人として持っていることは、いかに不快であるかを考えた。彼は力なく立ち上って、陣へ退く途中でいろいろと頭を悩ました。そして、とうとうこの不快を取り除く第一の手段は、早く恩返しをすることだと考えついた。総八の機難を助けてやればよい。彼の受けただけの恩を返してやればよいと思った。その上、今は戦場である。そんな機会が、幾度も来るに違いないと思った。すると、あまり屈託をした自分が馬鹿らしくなってきた。彼は元気をかなり取り返すことができた。陣中へ帰ってみると、同輩は何とも言わなかった。総八はと見ると、かがり火のほかげで、毛抜きを使っていた。総八は今日の出来事を誰にも披露しなかったのだ、と思った。が、ジンベイの心の内には、それに対する感謝の心は湧かなかった。彼は、二重に恩を着たような心がして、心苦しくさえ思ったのである。その後も、総八が金の十字架を分取りしたという話をするものはあったが、しかしその出来事については、誰も一言も言わなかった。ジンベイは、自分の前をはばかって言わぬのかと思った。
か。しかし、それは彼の邪推であることが間もなくわかった。ジンベイは、一心に保温の機会を待った。曹八とは、陣中で朝夕化を見合わしたが、曹八は何とも、その日の出来事については、言わなかった。ジンベイの方でも、自らその日の出来事について語るのを避けた。彼が曹八から恩を受けたことを、曹八に対して公認することがいかにも不快であった。今にも、恩返しをしてやると心の内で思っていた。やがて、正月5日になると、上司松平伊豆の神が天草城へ到着した。ジンベイは、華々しい城攻めが近づいてきたことを喜んだ。しかし伊豆の神もまた、兵糧攻めの策をとって、委託ジンベイを落胆させた、無意な日が続いた。細川の陣でも、時々物見のものを出すばかりであった。ジンベイは、毎夜のように曹八と顔を見合わせた。そして曹八の言語や笑いのうちに、自分に対する侮蔑が混じっていはせぬかと、気を回した。その上に、曹八と同座していると、命を助けられたという意識が一種の圧迫を感じしめて、かなり不快であった。2月8日、耐えて日差しき城攻めがあった。ジンベイは今日こそと勇み立った。彼が戦場に向かう動機は、今までとは全く異なっていた。功名をするためでもなければ、主君のためでもなかった。一途に恩を返すことを念としたのである。彼は無論、曹八の後をつけた。曹八はその日も懸命になって戦った。敵は大抵百姓である上に、兵糧がだんだんと乏しくなりかけていたためか、曹八の手に立つ者と手は一人もいなかった。無論ジンベイの助太刀を要するような機会は来なかった。ただ一度、曹八は敵と渡り合っているうちに足を滑らせた。が、片膝をつくとともに、つけ入ろうとした相手を、腰車に見事に切って捨てた。ジンベイは、その日ほとんど太刀打ちをしなかった。自分の前に進んでいく曹八が激しく戦ったからである。彼はそうして、終日曹八の邸対戦いを見物するばかりであった。2月28日は、いよいよ総攻めの日と決まった。城を囲んでいる九州諸藩の軍勢4万3000人のうち、原城の陥落を望まなかったのは、おそらくジンベイ一人であったろう。無論、宿り来てのうちに混じっているキリシタン宗門の者や徳川幕府に恨みを含んでいる者は一気の長く持ちこたえることを望んでいたかもしれない。しかし、そうした宗教的な政治的な動機を離れて、自分の独自の心で、ジンベイは原城の陥らぬようにと祈っていた。もう、戦も今日ぎりじゃ。城方は兵糧がない上に、山田も策と申す者が、有馬勢にない王の矢文を得た、という噂が人々の心を引き立たせた。功名も今日ぎりじゃ。心象を起こすには今日を逸してはならぬと宿り来ては勇み立った。ジンベイは今日ぎりだと思った。今日を逸して太平の世になったら、命を助けてもらったほどの恩を返す機会は、絶対に来ないことを知ったからである。その日、曹八はやはり細川勢の先駆けであった。いつも必ず先駆けをするジンベイが、曹八に位置を譲ったからである。戦いは激しかった。舅どもは、サンタ、マリア、と口々に叫びながら、刀槍、弓矢をはじめ、桑、
鎌などを抑えてにして戦った。三の丸が落ちてから、白方の敗勢はもはやどうともすることができなかった。素肌の老妖などは、一撃のもとに倒された。彼らは倒れると倒れたままに、十字を切って商用と神の国へ急いだ。総八は手に立ちそうな相手を選んでは、なぎ倒した。ジンベイは、将来総八の手柄を見て歩いた。時々は、彼もまた自ら戦いたい欲望に駆られて手を下したが、こうして大事な機会が過ぎ去るのが惜しまれたので、敵を巧みに避けては、総八の後を追った、馬の刻を過ぎた。諸方から焼き立てられた火の手は、とうとう本丸に達した。原城の最後の時が来た。上楼の焼け落つる音に混じって、死んでいくキリシタン州との最後の祈祷や悲鳴が聞こえた。そこには、血と炎との大いなる渦巻きがあった。さすがのジンベイも総八を見失ってしまった。夕闇の迫ってくるに従って、ますます二の色に燃え盛る原城を見つめながら、彼は不覚の涙を流したのである。3月の2日、細川の軍勢は熊本に引き上げた。翌上司の日に、従軍の少子は忠都志向からお杯を頂戴した。ジンベイも総八も、100石の加増を賜った。その日、殿中の廊下でジンベイは総八に会った。総八は晴れ晴れしい笑顔を見せながら、ご同様におめでたいことでござる、と言った。ジンベイは、戦場で、良い兜でござる、と褒められた時と同じ程度の侮辱を味わった。太平の日が始まる、が、ジンベイは、戦中と同じような緊張した心持ちで、報恩の機会を狙った。宿直を共にするよなどは、総八の身に危難が迫る場合をいろいろに空想した。参勤の説は、道中の駅にて、何らかの事変の起こるのを、それとなく待ったこともある。しかし、総八は無事息災であった。事変の起こりやすい狩り場などでも、彼は軽症に立ち回って、怪我一つ負わなかった。その上に、忠都志向の覚えも良かった。に、三年経つうちにも、機会が来ないので、彼は苛立った。彼は、自分で総八を機難に陥れる機会を作ろうかとさえ考えた。しかしそれには、彼の心に強い反対があった。彼はまた、恩を受けたという事実を忘れようかと、考えてみた。しかし、それがトロウであることはすぐわかった。家中の若者が一座して、武変の話が出るときは、必ず島原一揆から霊を引いた。ことに、慶長元名の古武者が死んでいくに従って、島原で手に合う他者が、実践者としての尊敬を欲しいままにするようになった。ジンベイ殿は、島原での覚えがあろう。立ちはおよそ何寸が手頃じゃ、などという質問が、よくジンベイに向けられた。その度に彼は不快な記憶を新たにした。その上に、総八は秘蔵の配当の目抜きに、金の唐獅子の大きい金物をつけていた。それを彼は自慢にしているようであった。誰かに来歴を聞かれると、これでござるか、天草一揆の折、ぶんどったクルスを居直したものでござる。と彼は得意らしい笑みを説した。それ以上の詳細な説明はしなかったが、そばで聞いているジンベイは、席にいたたまらぬまでに赤面するのを常とした。寛永18年に、藩主忠都志向が他界して、忠直公が封を継いだ。
それを唯一の事変として、細川藩には、封建時代の年中行事が筒がなく繰り返されるのみであった。陣兵衛が30の年を迎えた時、こうしていては再現がないと思った。これまでとは全然別な手段を取ろうと決心した。それは虫の巣かぬ総八と、努めて実行になろうとすることであった。もし、それが成功したら、嫌な人間から恩を受けているのではなくして、実行の友人から受けていることになると思った。そして、彼はややそれに成功した。ある口実があったのを機会に、家伝の菊一文字の担当を総八に送ろうとした。彼は自分の家になくてはならぬ宝刀を失うことによって、恩を幾分でも返したというような心持ちを得たいと思ったのである。が、総八は、真正面からそれを拒絶した。陣兵衛はまたそのことを心よく思わなかった。総八は、恋に恩を返させまいとするのだ。彼は一生恩人としての高い位置を占めて、黙々のうちに、一生自分を見下ろそうとするのだと陣兵衛は考えた。それならばよい、意地にも返してみせる。命を助けられたのだから、見事に助け返してやると思った。二人の間はみるみるうちに、また元に帰った。しかし、途中で会えば、総八は大抵言葉をかけた。陣兵衛は、多くは木霊を持ってこれに対した。そのうちに、三年はまた無事に過ぎ去ってしまう。金の唐獅子は相変わらず総八の背刀の柄に光って、陣兵衛の気持ちを悪くした。その目抜きは、陣兵衛には総八に恩を打ていることを示す永久の表彰のように思われた。総八は、恋にその目抜きを愛願するのだとさえ、陣兵衛は思った。陣兵衛が40になった時、陣兵衛と総八とが相伴で電柱に詰めていた。その夜、白書院の床の青磁の花瓶が、何者の仕業ともなく壊された。細川家の重機の一つであった。陣兵衛は諏訪ことこそと思った。この音が目を自分一人で追うて腹を切って、総八の命を助けようと思った。しかし、藩主ただ直君は、彼が意気込んで言上するのを聞いた後、あれか、大事ない。世の器を出しておけ、と何気なく言われた。彼はあまりに苛立たしい時には、いっそ総八を打ち果たして死のうかと思った。しかしそれは自分が、恩を返す能力のないことを自白するのと同じだと思った。寒分未年の春が来た。陣兵衛は、明けて46の年を迎えた。天草の騒動から数えて26年になった。その間、報恩の機会はついに来なかったのである。彼は反省の間、ただ一心にそのことばかりを考えていたので、信吾の刑をさえしていなかった。配偶の貴さ女との間には一人の子供さえなかった。が、恩返しのために、一命を捨てる時などに心残りのないことを結句喜んだ。今年の春から、彼は朝ごとに、咳をした。その度にしばらくはやまなかった。彼は初めて、おぼろげながら死を予想した。前途の短いのを知ってからは、ぜひなさなければならぬ報恩の一義が、いよいよ心を悩ました。ところが、時はついに到来した。この年3月26日、陣兵衛は、藩老細川島から早遣いをもって城中に呼び寄せられた。島は、老眼をしば叩きながら、陣兵衛、大切な上位じゃぞ、と前置をして、
この度、殿のおぼし召しによって、サハラ総八話し打ちのしてその方に申し作るぞと言った、ジンベイははっと平伏したが、その心の内には何とも知れぬ、感情が応用として踊り狂った。彼はやっと心を沈めて、総八目、何用のとがによりまして、と聞いた。すると島はやや声を励まして、それは、その方の知ることではない。その方はしておむむればよいのじゃ。相手も天狗されて似合うたものじゃ。油断すな、と言いながら苦笑した。ジンベイは慌ててはならぬと思った。とてものことに、どの時期時期の上位を、とこうた。島は心よくそれを許可した。至極じゃ、と言いながら、島はジンベイを差し招いて先に立った。やがてジンベイは、ただ名をこうから、島が申したこと、良きに計らえ、とのありがたい上位を受けたのである。上位打ちのしてになることは、平時における武士の最大の名誉であった。しかしジンベイは、もっと大きい喜びがあった。26年狙っていた機会が来た。彼が明け暮れ望んでいた通り、恩人に大なる危害が迫っている。しかもその危害の糸を引く者は、実に彼自身であった。彼は命を捨ててかかろうと思った。長く自分を苦しめた、圧迫を今日こそ、他に投げ打つことができると思った。しかしなお残っているのは、手段の問題であった。彼は最初上位と名乗りかけて、かえって自分が撃たれようかと思った。しかし、それでは自分を犠牲にすることが先方にわからぬと思った。彼は二時もの間考え迷った末、次のような主張をしたためた。一所心上いたしそろ、強化級のお召しにてと上いたし行どころ、存じの他にも、そこも到底にかけ公用上位公無理さる公。されどそこもとには、天草に敵級の場合を助けられ公恩義これあり、容易に刃を下ろしがたく公については、史上試験次第猿の国までに早急に国恩なさるべく公以上、そして心聞いた仲間を使いに立てた。やがて暮れに近い頃、彼は近頃にない晴れ晴れしい心地で総八の家を問うた。が、そこには何らの混乱の跡がなかった。塵一つ止めてない庭には、打ち水の跡がしめやかであった。彼は、意外の勘に打たれながら、案内をこうと、玄関へ立ち現れたのは、紛れもない総八自身であった。総八は物静かな調子で、先刻より待ち申してござる、と挨拶した。ジンベイは返す言葉がなかった。刺客は、恐ろしい沈黙のうちに座敷へ通った。すると、総八の幼女が静かに合い口の乗っている参謀を持って現れた。総八はいざりながら、合い口を取り上げて、ジンベイに黙礼した。いざ、解釈くだされい。ご配慮によって、万事心残りなく取り置きました。と言いながら、左の腹に静かに合い口の切っ先を含ませた。ジンベイは呆然として立ち上り、呆然として刀を振った。しかし、撃ち落とした首を見ていると、憎悪の心がムラムラと湧いた。報恩の最後の機会を、総八のために無残にも踏みにじられたのだと、ジンベイは思った。総八の書き置きには、ジンベイよりよしみをもって自裁を進められたるにより、勝手ながら、と断ってあった。訓命にも背かず、よしみをも忘れざる者というので、ジンベイは、一般の褒め者となった。そして殿から磯石の画像があった。
彼はその磯石を、宗八から受けた新しい恩として死ぬまで苦悶の種とした。その後、享保の頃になって、天草人宗八覚書という写本が細川家の人々に読まれた。そのうちの一節に、強破から図も人兵衛の気球を助け去る子を。されど戦場の金は私の敵にひざれば、恩を施せしなど夢にも思うべきにあらず。右後日のために記し事項ごと、とあった。